はいどうも、ベロリンです。いや、先日僕が下でももちゃん呼んで、上でママが呼んで、どうなるかっていう実験をしました。はい、2回ほどやりました。1回は普通に呼び合ってみて、で次はママに甘えてる状態で呼んだらどうなるかって試したんですね。まあ結果は見てもらえれば分かるんですけど、コメント欄で名前をこんだけ理解してるのすごいって言われてて、というわけで今回はももちゃんの名前を呼んで、名前だけで来るのかどうかっていう実験をちょっとやってみたいと思います。よろしくお願いします。一回そっちで呼んでみて。ママ。ママ。あ、すごい。ママちゃん。名前でもやっぱ分かってるもんはね。まだ行ってないよ、そっちまで。足跡でも来たよね、足跡で。まだ何もしてない。まだ何もしてない、ももちゃん。呼んで。ママ。最悪、モザイクかけれるから。おい、呼んでない。まだ呼んでない。実験なんだけど、呼んでるね。まだ呼んでないよ、まだ呼んでないよ。スイッチ入ってるかもダメだもん。ももちゃん、もう可愛がってやらず、それ可哀想になってきた。来るね。移動しすぎて映ってないメインカメラに。ももちゃん、ももちゃん、ももちゃん、ももちゃん。付き合ってくれてありがとうよ。よいしょ。はい。甘えん坊のももちゃんでした。何やってんの。